少し牽制が入りましたが、関東が前受け、中段に三浦、そして後方から7番の長谷川が動いていきます。さあ残り800を切って1コーナーに向かうところ、後方から上がった7番の長谷川が中段で止まって、ここは三浦にプレッシャーを与えていきます。さあ中段の内側三浦、そして外並走から7番の長谷川、ここで縦に踏んでいく。さあただ前では2番の杉尾ペースを上げて、おっと7番の長谷川はここはどうでしょう、3番付近に車を下げたんですがちょっと緩んだところ、4番の三浦がすかさずかましてまいりました。さあ5番の志村まで突き切れるかどうか。さあここで鈴木を叩いていって、4番の三浦が先頭に変わる。7番の長谷川後手に回る苦しい展開、最終の 1,2 コーナー中間地点。さあ逃げる4番の三浦平志郎、3番手で絡んで2番の鈴木、あとは後方から7番の長谷川雄一が縦に踏んでまくってまいりました。長谷川のまくりは現在は4番手付近まで上がってくる。逃げる4番の三浦、追走が1番の鳥沢、3番手には5番の志村が続いていって、さあ4コーナーを回ってくる。先頭が4番の三浦、三浦先頭で踏ん張ったか、外は1番の鳥沢。3番の米倉が前受け、5番手で2番の渡辺が少し前と車間を切っています。さあこの体型、まずはこの渡辺からレース動かしてくるんでしょうか。5番手渡辺行きました。青番周回から赤番周回に入ったところ、米倉は車をスーッと下げて、さあ誘導は残して2番の渡辺が先頭に変わる。そして今度は大中上がってきた。さあ近畿勢が前を叩きに行きました。ジャンマイ2コーナーからバック、1番の大中が先頭に変わって送り出した渡辺が3番で、さあそして緩んだところ、米倉が後方から仕掛けていく。3番の米倉かましていって、さあ大中はここを送り出して3番手キープ、そして2番の渡辺が5番手となりました。3番手車間を切って1番の大中拓磨、出るタイミングを伺いますか。最終の1コーナーから2コーナー逃げる3番の米倉、そして3番で車間をさあ詰めて、1番の大中ここでまくっていく。大中のまくり2番手まで上がってくる。逃げる3番の米倉、5番の辻本口が開いてしまった。あとは後方から2番の渡辺のいい回転力、さあ外を通って、ここは2番渡辺のスピードがいい。4コーナーを回ってくる、外からまくって2番の渡辺先頭でゴールイン。ここは中島、そして相川を軸とした2分線です。前受けを選択した2番の中島が後ろを振り返って車間を開けています。さあ後ろから4番の相川の上昇、残りは800。さあ2番の中島がここは突っ張っていって、ひとまず相川を出させません。松江が4番手の立ち回りで、相川は元の位置、5番手に車を下げました。さあ一度突っ張った中島、そして相川前と車間を切るような感じ。さあこの辺りは相川がどの辺りから踏み上げてまいりますか。金が入って3コーナー、ここは中島相川、この両者の駆け引きとなりますでしょうか。後ろを振り返りつつ2番の中島が徐々にペースを上げてまいりました。さあまずは2番の中島が突っ張り先行、追走が5番の長澤、3番手市川、この後ろは松江が続いていって、4番の相川は現在は5番手。さあ相川まくれるか。最終の2コーナーからバックストレッチ。さあこの辺り5番手から4番の相川が縦に踏んでいって、4番手3番手まで上がってまいりましたが、この辺りで相川厳しくなりましたでしょうか。前はかける2番の中島、追走が長澤で4コーナー回ってくる。先頭が中島先頭で、最後は外、3番の市川の強襲か。青番周回3コーナーから4コーナーに向かうところ、さあ前受けは人気の中心5番の中釜、そして5番手3番の奈良です。
中釜が後ろを振り返っている。さあ誘導員と少し車間を空けて5番の中釜、そして後ろからは奈良が上昇。さあこれを受けて中釜どうするか。さあ後方からスピードを生かして3番の奈良を抑えに行って、さあここは中釜もペースアップ。ここは中釜が奈良を出させません。さあ7番の亀井がちょっと連携が乱れるような感じになりました。3番の奈良は短期での仕掛けになるか。2番の赤石が6番手に切り替えている。さあ前は突っ張って5番の中釜、追走が1番の三岡、3番手は6番の井上天然。残りは1周回となりました。突っ張り切って中釜が風を切る展開。追っていくのが1番の三岡、3番手には6番の井上がついていく。あとは4番手に4番の小林和彦、そして2番の赤石に7番の上。さあ縦1列で最終バックを通過いたしました。飛ばす5番の中釜持つかどうか。追走が1番の三岡、まくり追い込んできて4番の小林、4コーナーを回ってくる。先頭は5番の中釜、中釜先頭、中釜先頭で粘ったか。外は4番の小林に2番の赤石。2対2対3の3分線。さあ千原が後ろを振り返りつつ前で少し車間を空け始めました。その中で後方から7番車の塩梅、さあ関東勢がゆっくりと上昇、残り800を切りました。塩梅の上昇に対して2番車の千原が一走、まずは突っ張っていきます。鈴木が変わらず3番手を追走していって、突っ張られた塩梅が元の位置5番手。さあ金が入るところ、7番の塩梅現在5番手で金を聞いています。前受け突っ張って2番の千原博之、さあそして1番の鈴木が現在は3番手で、塩梅が5番手どっしり構えておりますか。さあこの競争7番車の塩梅はまくりに構えました。残り1周を切って1コーナーから2コーナーに向かうところ、3番手1番の鈴木博人、さあ鈴木が3番手先まくり、そして後方から7番の塩梅も縦に踏んでくる。ここで先頭が鈴木に変わるんですけども、外を通って塩梅がやってくる。ただ5番の大沢は連携ちょっと離れるような感じになりました。4コーナーを回ってきた、まくり切って7番の塩梅、塩梅先頭でゴールイン。2着は1番の鈴木に、3着5番の大沢か。6番で少し3番の佐々木が前と車間を切っておりますでしょうか。人気を集めたのは近畿勢、1番の西谷と5番の中野、その西谷が後ろを何度も振り返っています。ここで佐々木が上昇、そして中段からは西谷も合わせるようにして上がってまいりました。残り800を切って1コーナーで一度中段から1番の西谷が切るような感じ。2番の伊藤が車を下げて4番手、3番の佐々木も上がっていったんですが元の位置6番手です。さあここは1番の西谷が先頭に変わって、追走が中野、3番手川本で金が入りました。6番手から3番の佐々木がジャンで仕掛けていく。後方から3番の佐々木のジャンがましがありました。さあ1番の西谷を叩いていって、ここで佐々木が先頭に変わる。追走が梅山、叩かれた西谷が3番手で2番の伊藤が6番手になっている。最終の 1,2 コーナー中間地点、3番の佐々木が逃げ体勢、2番手が4番の梅山、そして絶好のポジション。3番手をキープして1番の西谷、そして2番の糸にも今のところ動きはない。最終バック一本棒で通過いたしました。逃げる佐々木、追走が梅山。さあそして3番手から西谷追い込んでいくか。内に進路を取って中野、4コーナーを回ってくる。先頭3番の佐々木先頭で、最後は5番の中野に4番の梅山か。1番の山本が前で待ち構えます。追走が大崎、吉田という東の遠征ライン、そして5番の高峰が4番手にいて、7番の江畑が5番手から動いてきた。ただ前では1番の山本がこの辺りは突っ張っていって江畑を出させません。江畑は無理をせず、ひとまず元の位置5番手に車を下げました。ジャン前の2コーナーからバックストレッチ。さあ1番の山本がしきりにこの辺りは江畑の動向を警戒しています。
羽が入って3コーナー、5番手は車間が空いて7番車の江端。さあ江端、ここで襲いかかってまいりました。6番の中島はちょっと口が開くような感じになっている。飛ばす1番の山本、外から7番の江端。江端のかましがここで見事に決まりました。追走が2番の藤井、そして近畿勢が2車できて、3番手少し立ち遅れて1番の山本圭介、その差を詰めていけるかどうか。現在は3番手少し縦長な展開。飛ばす7番の江端、追走が2番の藤井貴則、そして3番手1番の山本、あとは4番の大崎が現在は4番手。4コーナーを回ってくる。先頭は7番の江端、外から2番の藤井、中を割って5番の高峰か。さあ青番周回、2センターから4コーナーに向かうところ、まず後ろから5番の大沼。さあここで南関東勢上がってまいりました。後方から大沼が石井を連れてゆっくりと上昇開始。残り800を切って誘導は降りました。中島が送り出しての3番手、7番の篠原は5番手になっています。さあ5番の大沼がまずは後ろから抑えて、このままペースでかけますか。7番の篠原が空いたうち潜り込んで、ここはうまく篠原3番手をキープいたしました。中島がバックを踏んでの6番手となっています。中段と後方の位置が入れ替わりました。5番の大沼が主導権で人気の中心、7番の篠原は絶好のポジション、後方から仕掛けていって6番の中島。さあ中島上がってくる。最終周回の1コーナーから2コーナー前では大沼も踏んでいくんですけれども、外からここで6番の中島が先頭に変わりました。追走が2番の大佐ので仕掛けていったのは7番の篠原。さあ篠原まくっていって3番手まで上がってくる。逃げる中島、追走が大佐の、そしてその差を詰めていって7番の篠原。さあ篠原が前を飲み込んでくるか。4コーナー回ってくる。外を通ってまくってきた7番の篠原。篠原先頭に変わって5輪8さあ3番の小田倉が前で待ち構える中で、後ろから4番車の伊豆谷がまずはアクションを起こしました。青番の4コーナー前を抑えに行って4番車の伊豆谷元気。さあ打掌の周回に入ったところで、さあ伊豆谷が誘導だけ下ろして、この辺りは3番小田倉を警戒しておりますでしょうか。まず誘導を切って元の位置に伊豆谷が車を下げました。前ではこれで3番の小田倉、追走が山崎、3番手が須菅、あとは6番の斉藤が4番手、ジャンで仕掛けていくのが4番車の伊豆谷。さあ後方から一気に巻き返してまいりました。さあマクジンはどうだ。7番の北浦ちょっと口が開いておりますけれども、さあ懸命に差を詰めていけるか。逃げる4番の伊豆谷に代わって追走が1番の愛嬌、そして3番で懸命の追走が3番の小田倉雄二となりました。小田倉の後ろには山崎すすがが続いていって、最終の2コーナーからバックスレッジ、後ろを振り返って2番手は1番の愛嬌。愛嬌がさあ前を残しにかかるか。飛ばす4番の伊豆谷、追走が1番の愛嬌、そして3番手、さあ3番の小田倉が差を詰めてまいりますか。4コーナーを回ってくる。先頭が4番の伊豆谷、番手から1番の愛嬌。愛嬌最後は抜け出したか。人気の中心は3番車の山崎、今日は土田の番手戦。先頭変わらず6番車の渡辺、そして中段が長い、後ろから土田が動いてまいりましたが、さあこの土田の上昇に合わせて前では6番車の渡辺、そして2番車の長井なんですが、ここはまず中段から先に2番車の長井が切りましたが、ちょっと西が口が開いたところで6番の渡辺がこううまくさばいてまいりました。ただ今度は4番の土田が飛び出していく。関東勢が主導権を握っていって、3番手には2番の長井、長井の声をさばいていったのが6番の渡辺、そして1番の水野が続いている縦長な展開。
4番の土田が主導権を握りました。追っていくのが山崎、そして3番手が2番の永井、6番の渡辺が現在は4番手です。さあ内を救って5番の西が渡辺の子を1番の水野と絡むような形になりました。2番手は3番の山崎が後ろを振り返っている。外から6番の渡辺がまくってくるんですが、これを3番の山崎がさあブロックを見せていく。4コーナー回ってくる。先頭が4番の土田、後ろから3番の山崎、最後は抜け出した。2着は2番の永井か。ここは末広突っ張りがあるのか。後方から6番の石田が動いていきます。まず一本棒を崩したのが6番車の石田。さあそして末広がペースを上げてくる。残り800を切って後ろから抑えた石田に対して前で4番の末広が突っ張ってまいります。さあここは近畿勢が突っ張り裂く。5番の川上は4番手を回っていって徳永が石田を後方に迎え入れました。6番の石田元の位置、6番手で金が入って3コーナーです。まずは前で突っ張って4番の末広、そして中段が5番の川上、後方6番の石田ですが4番手、ここで川上が動いてまいりました。4番手から縦に踏んで5番の川上慎吾、ただ前では4番の末広も合わせていって、さあここは4番の末広そして5番の川上とさあもがき合いとなってくるか。7番の田畑がブロックする。あとは後方から石田がまくってくる。石田のまくり3番手まで上がってまいりました。届くかどうか。飛ばす4番の末広帰り、追走が7番の田畑、3番手は地元の柳原が固めていって4コーナーを回ってくる。先頭が4番の末広先頭で最後は地元の柳原か。追っていくのが人気の中心シリーズリーダー5番の小林に1番の永井が3番手です。さあ4コーナーからホームに帰ってまいりました。中段谷口、後方から磯島が動いていく。残り800を切って1コーナー、まずは7番の磯島が肩通りに後ろから前を抑えました。そして今度は2番の谷口が上がっていって、さあ谷口が叩いていって磯島を今度は抑えに行きます。そして今度は3番の今野も上がってくるか。おっと今野は打ちに行くか。今野が打ちに行って、ここはちょっと小林と位置が絡むような感じになりました。さあ南関東勢はちょっと連携が乱れるような形。2番の谷口に4番の武田、そして3番手7番の磯島で、この後ろで3番の今野と5番の小林が並走となりました。1番の永井がいて、さあ3番手から7番の磯島が縦踏んでいって、さらに3番の今野は打ちに進路を取りまして、さあ7番の磯島がまくり切りました。追走が5番の小林、あとは3番手距離があって3番の今野俊明、あとは6番のデザーも伸びてくる。4コーナー回ってきた。先頭磯島先頭で5輪、2着は5番の小林か。